今いるのはカラハユットという温泉街になりまして、今から行く場所はパムッカレと呼ばれる町になります。行ってしまえば隣町です。乗ってきたバスで10分ぐらい行けば着く場所にありまして、石灰棚と呼ばれる世界遺産があるんですよ、ね、各種遺跡そういったのがたくさんあるエリアになっておりますので、次はそこに向かいます。なんだかんだ猫の戯れで1時間ぐらいあのお店にいました。出発しました。ドアは開きっぱなしです。5分ぐらい経ってるんですけど、ずーっとこの速度で走ってる。お客さんまだ乗せようとしてるのかな。もう少し速い速度で走ってもらいたいなという願望はあるんですけども、諦めます。到着しました。パムッカレのヒエラポリスという石灰棚いうんですかね、それを中心とした、まあ、遺跡じゃない、遺跡もあるか、風光明媚な場所があるので、お次はそちらに行きます。歩いてゲートをくぐったんですけども、チケット売り場はどこだろうか、まあ、とりあえず歩きましょうか。それにしても田舎町らしいのどかな光景が素晴らしい。チケット売り場の近くに来ました。ヒエラポリスということで、なんて言ったらいいんだろうな、とにかくいろんな見どころがあります。ここで説明してもわからないと思いますので、実際に中に入って説明します。まずはチケット買いましょうか。それにしても声が出ない。チケット購入完了しました。こんな感じのチケットです。ちなみに110トルコリラなんですけども、これシール貼っておりまして、よーく見るとこれ昔80トルコリラだったみたいです。30リラ上がってます。日本円でトータルで1500円ぐらいです。なかなかの値段しますね。ちなみに以前イズミールの動画でも紹介したミュージアムパス、ここでも使えます。おそらくこのミュージアムパスはトルコ全土で使えそうですね。イズミールでも使えて、ここでも使えるってことはイスタンブールなどの他の都市でも使うことができますので、で考えたら、まあでも前回が25なので135か、ここまで行けるかどうかですね。まあもう中に入っちゃったといいますか、チケット買っちゃったので仕方ないです。それでは行きましょうか。110トルコリラのチケットを買いまして、早速中入ります。ちなみにクレジットカード OK だったんですよね。以前のアゴラもそうだったんですけども、クレジットカード OK なのはありがたい。これは QR コードをかざすのかな。 OK、 これで入ります。よくこういった簡易的な荷物検査場あるんですけども、基本的には無視です。はい、なりますけど何も言われません。いろいろ見どころがあって説明するのが大変かもしれないな。頑張ります。さて最初の場所、これネクロポリスという場所になりまして、ネクロポリスというのは日本語で言うと墓地、お墓みたいです。このお墓は1000個以上あるみたいで、様式も様々なものあるみたいです。いろんな様式のお墓があって、トルコ最大と言われているみたいです。ここだけじゃなくて、おそらくいろんなところに、あっちもそうか、こっち側にも広がっているのではないでしょうか。さてスタッフに呼び止められまして、何があったかというと、バスのねみたいなこと言われたんですよね。でよく話聞いたら3キロぐらい歩くらしいんですよ。いや3キロ歩くって結構辛いなと、うちからススキノよりも遠いぞと、っていうわけでバス乗ろうかなと思うんですけど、なんと7リラなんですよ。入場料が110リラなのに3キロのバスが7リラってどういうことと思ってしまったのは私だけでしょうか。入場料がだいたい1400円に対して、バス代3キロ乗って100円もしないです。90円弱です。てなわけでバスに乗ってこの広い敷地を移動します。で先ほどお伝えしましたが、今映っているのはネクロポリスと呼ばれるお墓ですね。これがかなり先にも広がっております。これに乗って移動します。3キロぐらいの道のり、歩けないことはないんですけども、今日は時間を節約します。出発しました。楽ちん。これで3キロぐらい移動できるって考えたら安いもんですね。まあ、その分入場料もう少しどうにかしてほしいなと思ったんですけども、まあいいでしょう。ネクロポリスももうそろ終わりです。ここからまた次の場所になりまして、これは北大浴場という建物です。紀元2世紀頃に建てられた建物と言われております。すごいな、典型的なローマ様式の建築方法を用いております。壁の表面は大理石で覆われていたらしいです。ただいま絶賛工事中ですね。あとは所々石が崩れているのが見受けられます。続きまして見えてきたのは、これドミティアン門というゲートになります。これは今から2000年近い前、紀元84年から5年にドミティアヌス帝を称えて作られたローマ様式の建造物ということでした。このゲートをまっすぐ進むと4世紀末に建てられた北ビサンツ門があるということでした。本当に歴史がとてもありすぎて、
すげえとしか言えない。先ほどのゲートを抜けるとアゴラ広場が広がっております。この広場を越えると北美山津門が出てくるんですけども、あれかな、おそらくあれが北美山津門ではないでしょうか。続きまして奥の方には劇場であったりアポロ神殿の跡などなど見えてきました。おそらくバスはもうそろ最終目的地に到着すると思います。ここからは歩いて向かう形になりますので、バスを降りて歩いて各スポットまで行こうかと思います。いやそれにしても長い道のりでしたけども、バス乗ると楽ちん、すぐ到着しました。バスを降りました。まずはバスで通ってきたところあると思うんですけれども、そちらに歩いて向かいます。その後まだ見ていないあちらの方のエリアに進んでいこうかと思います。今日はもう日差しがガンガンあるんですけども、涼しいだからね、ちょうどいい、暑くもない寒くもない、ちょうどいい感じです。まあおそらく日が沈んだら肌寒くなるんじゃないかなって感じはするんですけれども、いい感じですね。本当にここら辺の雰囲気もすごいですよ。いやドローン持ってきたかったな。ちなみに私のドローンは今カイロ国際空港で預かってもらっております。ちょっといつかのタイミングでカイロに戻らないといけません。ただいまこういった場所を歩いているんですけれども、ところどころ崩れている部分があるので、おそらくこれが完成した頃は全く別の光景が広がってたんじゃないかなっていう気がします。いやそれにしてもすごいな、ところどころ岩がむき出しになったりはするんですけどね。これは昔どんな形だったのか、それもちょっと気になる自分がいます。先ほどまでは石垣の上を歩いてたんですけども、降りてみました。ところどころでっかい岩が転がってるんですよね。これも何らかの形に加工された状態ですけれども、このままドンって置いてあります。これも倒れてるからな、石柱みたいな形のこれ岩。あいにく私世界史は高校1年生の時しか履修しなくて 100% 日本史派なんですよね。まあ、どっちかというと地理とかそっちの得意ではあったんですけども、歴史関係は日本史派だったのであんまり詳しいことはわからないんですけれども、本当になんて言うんだろうな、古代の古の人の力がここに集結されてるんだなって感じがします。今映しているのが北美山津門という門になりまして、4世紀の末頃に建てられた門ということでした。この上を見てみるとやはりなんて言うんでしょうね、いいバランスっていうのかな、絶妙なバランスで石が組み立てられてるのってすごいですよ。まあね、まあ、でもこれでも多分一部壊れてたんでしょうね。もっと昔はあこうなったのかな、ここに看板があるんですけども、もしかしたら昔はこんな感じだったんじゃないかという表現なのかもしれません。こんな細かいところに石いるってぐらい細かい石まで入ってますので、まあ、これもしかしたらね、ここ最近の現代人がこうやって入れたのかもしれませんけれども、これは近くで見ないとわからないですね。ちなみにまだまだ先続いておりますので、この先も歩いていきましょう。おーすごいすごい、ここの門をくぐるとなんだか雰囲気が一変しました。先ほどまでは結構開けてる場所だったんですけども、なんて言ったらいいんだろうな、アーチっていうのかな、こっちにも門のようなただずまいをした石がつまさってるのが見受けられます。先ほどの北美山津門を通過してそのまますぐ歩くとまたまた門が見えてきます。ドミティアン門になります。紀元1世紀に建てられたものと言われておりますので、もう2000年戦士ですよ。2000年、すごいな、本当にローマ様式の建築で建てられたものということだったんですけども、先ほども言ってましたが私は日本史の方が得意なのであまり世界史は、まあ、習ってないというのもありますけどね、あまりわからないのでこれぐらいの浅はかな知識になってしまいますので、あらかじめご了承ください。いやそれにしてもすごいな、この奥に昔が何があったのか、皆様方だったら何を想像できますでしょうか。さてドミティアン門の真下に来てみました。日本のメガネ橋みたいな感じっていうのでしょうか、そのようなアーチ型の門、あれは橋か、門と橋違いますね、失礼いたしました。こんな感じです。石を組み合わせて作ったってすごいな。そう考えてピラミッドも同じような感じですよね。規模は違いますけどピラミッドも石を
積み重ねてできた建物になりますので、そういった部分では似てるかもしれません。次に北大浴場と呼ばれる場所に来てみました。ここは中には入れないように柵がございます。2世紀頃に建てられたと言われておりますので、相当これも古い建物でしょう。ちなみに、ここまで歩いてきたんですけども、先ほどバスを乗った場所からほぼほぼ変わらないぐらいの距離にあるので、スタッフ3キロって言ってましたけど、絶対3キロないですね。これ1キロちょっとかな。なのであれ、バス乗らないで歩いて行ってもいいかもしれないですね。行ってしまえば二度手間と言いますか、バス降りてここまで来てまたあっちまで戻らなきゃいけないので、結局歩く距離としてはそんなに変わらないんじゃないかなっていう感じがします。アポロ劇場の跡地ということで、残念ながら正面回れないので横からしか見えないんですけども、アポロ劇場の跡地ということでした。次はあそこに向かいます。劇場です。めっちゃ景色良さそう。行ってきます。疲れた。頂上着きました。さて、どんな絶景が広がっているのでしょうか。行きます。おー、すげえすげえ、こんな感じや。すごっ、すごいしか言えない。昔ヨルダンの首都アンマンにあるこのような旧ローマ帝国の劇場行ったことあるんですけども、そこに似てるな。いかがでしたか。劇場お届けしました。本当はまだ痛かったんですけれども、もう一箇所、今いるヒエラポリスではないまた別の場所に行かなきゃいけないんですよ。日が暮れてしまう前に行きたいんですよね。いや、本当にたくさんの人が今ここにいます。すごくいい景色。それではまた次の場所に行ってきます。札幌ドームで野球やサッカーご覧いただいたことある方わかると思うんですけども、札幌ドームの観客席めちゃくちゃ階段急じゃないですか。ここも負けないぐらい階段が急。こんな感じ、しんど頑張ります。カバンが重いんですけども、この重たいカバンともに上がります。さて、続いてのエリアです。石灰棚と呼ばれるこのエリア、随一のスポットです。ここが正直自分の一番の目的地でもありました。ちなみにここから先は靴脱がないといけませんので、お気をつけください。裸足です。お、あったけあったけ、温泉が出てんのかな。あったけ、めっちゃあったけ。これあったかいけど、あ、滑る、ぬるぬるして気持ち悪い。滑る、気をつけないと。これすってんころりんですわ。よいしょと、気をつけよう。もう若くない。今ちょうどサンセットの時間帯なので、夕日が反射してめっちゃいい感じになってます。やっぱりこのエリアが一番人いるいや、気をつけないと。ちょっとすいません、下見ながら歩かないと油断した時に滑って転びそうで怖いんですよ。自然が作り出したこの造形美、最高っすわ。よいしょと、気をつけないと。冷たいところと暖かいところが点在してます。ここは、あー、泥だ、気持ち悪い。泥、君たち見てください。泥泥泥、これ白いの泥なんですよ。こうやったらわかるかな。これ泥、泥パックとかありそうですよね。ところどころ海藻みたいなのがあるのかな。足にまとわりつく感じが気持ち悪い。ここ冷たい。あったかいところがいいな。あったかいところは、あ、ここ深い、入りましょう。お、あ、あったかいけどめっちゃ滑る。わ、泥だ、これも泥だ。これほら泥、うわ、すごいあったかい。わあ、こりゃいいな。足湯入ってるような感じ、ぬるめの。おお、ええやん、ええやん、ぬるめの足湯。これ以上行くとちょっとマイク濡れそうだな。ポケットにマイク入れてるんですけども、ちょっとここら辺にしておきます。調子こくといつも痛い目に見るのが、もう前回のメキシコで痛いほど知らされてるので、ほどほどでやめておきます。もう少し温高いと嬉しいな。まだ気温はね、寒くないからいいんですけども、これが寒い日だったらあれであれであれですわ。もう間もなく日が沈む。すげえ、ここもすごいですけども、やっぱり夕日が反射してるあっちの方がめっちゃ綺麗だな。てなわけで、どうですか、めっちゃ綺麗。すごいよこれ。もう間もなく日が沈む頃なんですよ。今日の日没サンセットは18時59分です。すなわちあと4分で日が沈むんですけれども、めっちゃ綺麗。ちょうどもう今日が、今ね、もう間もなく沈んじゃったので、さっきあっちに反射してた光がなくなっちゃったな。それもそれで今日ね、綺麗なんですけどね。
やすごくいいですわ。いや来てよかった、マジで来てよかった。日が沈みました。ここめっちゃあったけ、最高に気持ちがいいよここ。適温。ちなみにもともと実は僕水着履いたんですよね。水着着ててその上に普通のハーフパンツ着たので、ハーフパンツ脱ぎました。なので今この中入ってるんですけれども、マジでいい、最高にいいよここ、マジでいい、うん、これは来ないと分かんないですね。ガイドブックとか見てもすごい綺麗だなっていうの伝わるんですけれども、実際に足を運ばないとこの綺麗さは分からない。いやマジですごい、本当にすごい。カバンが邪魔なのがネックだけども、いやすごいな本当に。もうここからもお湯が流れ出てるの分かります。ここからタラーンと。でこの石灰の部分意外に滑らない。変に海藻とかある方はやっぱり滑ります。温度がちょうどいい。空の色がね、こんな色よ空の色、めっちゃいい。今日は晴れてるので本当に清々しいし気持ちいいし最高の気温です。本当に最高の景色、これすごいよ今、絶景。札幌人の私が言うのであれですけども、雪より白い、うん、なんかすごいマジで。もちろん雪に馴染みのない方、北海道のベストシーズンの雪見たらすごく感動すると思うんですけれども、ここもここで本当に真っ白なのですごいです、マジですごい。でちょうど夕暮れの時間帯に来たので、夕日と、ね、この石灰岩が当たる部分マジですごいな、まあ、ただ日中どんな景色だったのか見てなかったので、それもちょっと悔しいちゃ悔しいな。ちなみにあっちの方向、こっちが出入り口みたいなので、僕一旦戻らないといけないです。実はクロックスで来たんですけど上に置いてきちゃいました。なのでクロックスも取ってこっちに戻りつつ、次はパムッカレの街中ありますので、そちら行こうかなと思います。まあ、なのでしばらくここに滞在して素晴らしいこのエナジーを感じようかなと思います。いや本当にいいわ、ここで2時間ぐらいぼーっとしてられるぐらいマジですごい。今いる場所もうほぼ崖、崖落ちたらもうね言うまでもないですよね。こんなところなので結構危険と隣り合わせの状態で今撮影しております。ここすごくね、インフィニティプールみたいな状況になってるんですよね、このアングルで見ると。だいぶ日も沈んできたので夕暮れのコントラストも最高です。見てほしいの本当に、皆さん生でこの景色、インフィニティプール感満載のこのアングル最高じゃないですか。天然にできたものとは思えないぐらい素晴らしい光景。あっちの方が多分デニズリの市内だと思うんですけども、夜景もすごい綺麗、最高は本当に。ここは半日ぐらい入れるな。人によってはもうすぐ飽きて行っちゃいそうですけども、僕だったらここはもうしばらく入り浸っちゃいそうだな。こんなとこにワンちゃんが、なんだおめえ何勝手に撮ってんの。カメラを今目いっぱい明るくしてみました。まるで日中のような映像に映ってると思うんですけども、いかがでしょうか。実際は真っ暗です。なので街の方を映すとこんな感じなんですけども、実際はどれぐらいかというとこれぐらいかな、うん、肉眼で見るとこんな感じの暗さです。全然違うな。で明るくするとこうなると。いやカメラってやっぱすげえわ。靴を取りに上まで戻ります。いや二度手間だな、はっきり言って。最初から靴持ってここまで来ればよかった。いや本当にすごいですよここ。この動画でご覧いただくよりも実際に皆様の目で生で見た方が迫力は
絶対伝わる。本当に良かったな。やっぱり日暮れてからあっという間に暗くなるわ。さっきまで人いっぱいいたんですけども、徐々に皆さん帰宅の途についてるんでしょう。靴取りに戻ってるんですけども、痛い。ここのエリア足つぼって、痛いよ、痛いってば、痛い痛い。あ、やっと着いた。よく芸人さんのが足つぼです、いやお前オーバーリアクションだろうと思う時あるんですけども、あれ本当ですね、マジで痛い。ちょっとここで怖いのが、よく温泉旅館とか行ったらあるあるだと思うんですけども、あれ自分の履いてたスリッパねえじゃねえか現象が起こってるような気もしないこともないんだけど、あるかな。道それてる。よいしょと、まああるといいんですけどね。僕はクロックスで来たので、うん、しかもクロックスなかったら裸足で宿まで戻るとか嫌ですよ。ちゃんとクロックスありますように信じて靴を置いた場所に向かってます。あるかな、ないかな。はい、ちゃんとありました、よかった。結構心配しただけに良かったです。先ほどまでいたヒエラポリス方面はもう完全に日が暮れております。ここら辺にお土産屋さんであったり飲食店あるんですけども、この時間はもう閉まっております。おそらく7時ぐらいにはもう閉まっちゃうんじゃないでしょうか。アイスとか売ってる。わあ美味しそう。わ、高っ。アイスはごめんなさい、高いな。これは街中よりも 3,4 倍、いやもっと高いかな、いやもうもっと高いかもしれない。ちょっと高いなこれは。レモネードも、うん、これは高いな。尋常じゃないぐらい高いですよこれ。他にもここら辺はお菓子か、うん、これはねちょっとやりすぎなぐらい高いですわ。他にも、まあ、もしねサンダル誰か持ってっちゃったって言っても、ここにサンダル売ってるので、まあ、もしもの時でもなんとかなるといえばなんとかなるのかもしれません。ご覧いただいている通り、もう完全に日が暮れて真っ暗です。今手持ちの LED ライトがあるので明るくこのように照らせてるんですけども、これがなかったらマジで真っ暗です。この後はパムッカレ村の中心部どういう状況なのか、これを見た上で今回の宿があるカラハユットの方に戻ろうかなと思います。カラハユットよりもこっちのパムッカレの方が栄えてるらしいので、どんなもんよと見ていきましょうか。麓まで戻ってきました。果たしてパムッカレの中心部何があるんでしょうか。ホテルとかもカラハユというかこっちの方が多いみたいですし、飲食店やお土産屋さんなどもいっぱいあるんでしょうね。いろいろと足を使って見てみましょうか。もう早速ですがレストランありますね。ハロー、ハロー。あ、こことかもなんだか雰囲気のいい おしゃれなお土産屋さんですね。パラグライダーとか熱気球有名です。日本の国旗ある。ただこれ街の中心部だと思うんですけども、思ったほど栄えてないなって感じがします。もともとこの村自体も小さい村なので規模は知れている部分はあるんですけども、それにしてももう少し栄えてるかなと思ったんですけどね。栄えてそうな場所探してみましょうか。バス乗り場まで来たんですけれども、思った以上に何もねえな。カラハユットの方がまだ栄えてるんじゃないかなって感じがします。もう手なわけですぐにバス来ちゃったので、もうこれ乗って戻りますわ。カラハユット戻ります。皆さんすみません、締めの動画撮ってたんですけど、データが見当たらなくてまた一から撮り直しております。今回の動画では前編で温泉街カラハユット、後編が世界遺産のパムッカレ、こちらをご紹介いたしました。正直な話、僕はこの2つの町トルコ行くぞって決めてから調べたんですけども、それまで全く知りませんでした。初めて知った町だったんですけども、すごく良かったです。前半の温泉街のカラハユットすごく良かったです。今回泊まった宿は3000円以下の安宿だったんですけども、安宿であのクオリティですから、もっとお金出せばもっといいホテルも正直あります。なので大きい町ではないんですけども、かなりバラエティに富んだホテルがいっぱいあるなっていう感じがしましたし、あの町の雰囲気好きです。一本道で商店街のようになってて、飲食店もありましたし、本当に良かったな。あそこ長期滞在したいな。湯治しながら長期滞在するというのも悪くないかなっていうのを思いました。やっぱりトルコの食事美味しいなと本当に思ったな。あそこのチキン見ました、あの丸い
鶏肉炭火で焼いたやつ、あれも美味しかったし、牛肉も美味しかったし、アイスも美味しかったし、ただコーンはしょっぱかったんですけども、本当に食事の部分も大満足でした。一方今回お届けした世界遺産の街パムッカレ、皆さんどうでしたか？遺跡もありますし、石灰棚もありますし、本当に良かった。今回夕方から行ったんですけども、正直な話朝から行けばよかったな、まあ、せいぜい昼からか。なので明るいうちに石灰棚でも写真撮って、日が暮れて夜になってからも写真撮ったり動画撮ったりすればよかったな。日がガンガン照ってて反射する様子とか撮りたかったんですけども、今回は時間の都合上できませんでした。どんな感じなんだろうな。ちなみにこのパムッカレですが、私と同じようなルートで行くことをお勧めします。おそらくパムッカレに宿取っている方は下から上に登っていく感じになると思うんですけれども、個人的には自分と同じノースゲートの方から行って遺跡見て石灰棚行ってパムッカレの街に戻るというような流れに行った方がいいんじゃないかなっていう気がします。まあ、なのでもちろんパムッカレに泊まってもいいですし、私のようにカラハユットに泊まってもいいですし、他にはデニズリという少し大きい街がございますので、そこに泊まってバスで行くというのも一つの手です。でも個人的にはやっぱり温泉泊まってほしいな。なのでパムッカレに泊まることを個人的にはおすすめします。本当にいい体験ができたので大満足です。今回の滞在期は以上になりまして、次回は皆さん大好きなフライトレビューをお届けしますので、ぜひ次回の動画もお楽しみに。それでは今回の動画はここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。